ドーモイさんは、天然由来のアミノ酸の一種で、記憶喪失性解毒の原因物質。神経毒であり、短期記憶の喪失や、脳障害を引き起こし、死に至る場合もある。プセウドニッチア族の形相が作る、水の花や形相にツシャナビスバーンガカが生産することが明らかになっている。分子式は C15H21-6、分子量は311.33。 i u p a c 名 2S2R3 ビット4ビットマイナス2カルボキシマイナス4マイナス3ピロロリジン酸酸。CAS 登録番号は14277975プロリンの誘導体でもある構造的には神経伝達物質のエルグルタミン酸の固定アナログである単体は u 2 1 3摂氏217度で無色の結晶性粉末 水によく溶け、有機溶媒に不要。1958年、徳之島で苦虫薬として用いられていた、高層花柳から分離、命名され、1966年に構造を決定された。発見者は、第五アキラに、解人さんと似た性質を示し、グルタミン酸のアゴニストとして、グルタミン酸受容体と強く結合して、苦虫作用を示す。 射仏消毒を行っても毒性がなくならない特性を持つ。1987年の11月から12月にかけてカナダのプリンスエドワード島で養殖の紫以外による食中毒が発生した。被害者107人中4人が死亡、12人が重度の記憶障害に陥った。中毒を起こした紫以外を調べたところ、 海 100g あたり 31128mg の銅モイ酸が検出され、中毒者の摂取量は 6290mg と推定された。検視解剖などから、海馬に大量の銅モイ酸が取り込まれて、グルタミン酸受容体と結合したために、脳細胞が興奮、死滅し、中枢神経が侵されたことが分かった。その後、 人の致死量は3 0 0ラム、6 0ラムと割り出された。特に子供や高齢者は注意が必要。赤潮からも検出される。道もいさんは異常繁殖した形藻が活動を停止する際に作り出される。生物の応しによって貝類やカニ、アンチョビなどに取り込まれるため、現在では魚介類の輸出入において検査が行われるようになってきている。 カナダのドーモイさん規制値は 20ppm である。日本の厚生労働省のサイトに記載されている。説明では記憶喪失性解読については監視体制や規制値を定めていない。輸出する場合には外国の規制値を準用している。会人さんの構造。ありがとうございます。